配信予約しちゃったから絶対朝早起きしてくれてた方もいると思うんだけど、きっとリエが指示ってやっちゃったせいでごめんね。本当にうち間違い、入浴し間違いでした。ごめんなさい。本当に許さんだって、ごめんね。もピラさん許してもう初めてエアコンつけた今年の夏。今年まだねエアコンつけたことない。今年まだエアコンつけたことないんだ。今初めてつけた。みさみさガーリー今日そうかわいいでしょ、ギンガムチェックな、これなんていうの、ブラウスみたいなやつ、なんかこれとスロイゼスカートみたいの買ったんだけどね、今は履いてない。かわいい。なんか裏の裏でも着れるらしい。これはストーチグラスさん鎖骨が綺麗だから、え綺麗ですか鎖骨、でもみんな一緒やネックレスとかはつけないな。研究生のうちはねつけないかな。デイが昇格したらいろいろそういうのできたらつけたいなって思いますけど、今のところはメイクがモデルし、そう今日ねメイク結構がっつりしちゃってるんですよ。なんかね石原さとみさんがね目をキラキラさせるためにさせるためなのか分かんないけど、マスカラをねこの根元から塗らないでこの先に塗るんだって。先に塗ると目がキラキラする。でもなんかねリエこれメイクさんにも前教えていただいたんですけどね、なんか私の顔はちょっとメイクするだけですぐなんか派手になっちゃうのね。でもマスカラとかもだから黒いマスカラとか塗らない方がいいって言われた。なんか塗ったらもうそれだけであのメイクが濃くなっちゃうって。アイシャドウとかもちょっと塗るだけで濃くなっちゃうって言われました。でもね嫌なんだよねそれが、なんかあんまりメイクの種類が楽しめない気がしていろんなメイクしたいな。なんかちょっと虫いる。うん下のまつげ長いんですよ。ほらこんなこうそうでもどうしても下まつげ長いとケバく見えちゃってそれがちょっと嫌だ。そう濃いメイクをしなくても濃く見えるのがちょっと悲しいところ。みんなと同じメイクをしてても濃くなってしまう。だからでメイクしてない時顔が濃いんですよね。物もらいは大丈夫だって大丈夫さ、物もらい大丈夫だよ。もうね完璧に治りました。もう今は大丈夫です。全然もう平気です。物もらい気配はショールームでは NG ワードなんですよねそうなの、なんでだろう、なんでダメなの、悪口ってこと商品節約できていいですよね。確かにそうだからアイシャドウ使わない色が結構たくさんあるんですよそうなんか困るよね。だからさ大阪のお話し会はさ浴衣着るじゃないですか。
どんなメイクをしようか迷い中なの。なんかちょっと薄めのメイクの方がさいいのかなとも思うけど、でもみんながいろんなアイシャドウ塗ってるの見るとなんかディアも結構塗りたくなる。ねえ、なんかさ小映えみたいに塗ってすごい嫌なんだけど。メイクしなくても綺麗だからって増えたらさ、そう？全然そんなことない。メイクしない時の顔はなんか凛々しい気がする。凛々しいってあれ。あの D の画面暗い、もしかして。だからなんか自然光すぎてね、これだとね。そう、今週なのお話し会、今日 19?19、20、21、22、23、24、5日後、あと5日後だ。早っ。あと5日後だって。どうしようね、なんか緊張する。楽しみなんだけど、楽しみだけどちょっと緊張しますね。実は薄めの方がお気がいい。そうなんですよ、それはめちゃくちゃ思う。しかも STU だと余計そんなイメージがあります。でも今日はちょっと、でもメイク失敗しました。普通になんかアイライン結構がっつり引きすぎちゃった気がするから、離れてる画面から。明日は引いたん、え、待って、あー惜しい、あとちょっとだったのに。明日はヒーターのお誕生日だね。そうなの、そう、明日ヒーターのお誕生日なんですよ。やっとヒーターにプレゼントをあげたいなって思ったんだけど、ヒーターにその話をしたら返すの、返さないといけなくなっちゃうからいいよって言われちゃって。でもなんか個人的にはちょっとなんかプレゼントしたいんですよね、気持ちが、気持ち的に。だからどうしようかなって思ってます。プレゼントをしたいけどいらないかなって。でも早いね。あ、でもカスミンが一番早かったか。お、ねえやだ、なんでさっきまでいなかったのにリエが配信し始めたらさこうやって周りをうろうろしだすの。今までどこに隠れてたの。そう、引いたんね、何か一回。でも一回かすみんがめっちゃ最初に誕生日だったんですよ。本当データ値が公開っていうか、あの公表されてすぐがかすみんのお誕生日で、それ以降はなかったんですけど誰も。で明日が引いたんです。でもかすみんがお誕生日だった時はちょっとまだあんまみんなと仲良くな、みんなね、あのまだちょっとよそよそしい感じだったからね。おめでとうの記憶しかない。だから来年はしっかり祝いたいです、かすみんの誕生日。正直 DH どんどん綺麗になってくるんで、ありがとう太郎さん、本当に。じゃこれからも見守っててください。あ、ルパンさん仕事中だから顔出しだけだって。 OK 頑張って。みさみさん、私 DH 練習しか行かない。え、そうなの、サラさんのとこ行かなくていいの。まあみさみさはみさみさ DD 許さないかんね。西尾田さん、レイチさん直接お目にかかるのは初めてなんで、大阪とても楽しい。
ねえ、私も楽しみ、本当に。そう、大阪に行けるのも楽しみなんですけど、そう、結構たくさんいろいろ楽しみとか、初めての遠征って言ったのが部活みたいだけど、そういう感じだし、お出かけではないけど、なんていうの、遠征でいいの、分かんない、そういう遠くまで行くイベントだし、浴衣着るし、直接っていう。コータさん、そういえば2週間後の月曜日に手術が決まったので、ティーチは皆さんの力を分けてくれると嬉しい。そっかそっか、言ってたね、そう、映画版の脳内の話してた。そっかそっか、あ、でも決まったんですね。わー、きっと、もうなんか今もドキドキだし怖いと思うけど、頑張って、大丈夫です、リエが応援してますから、コータさん大丈夫よ。公演用メイクって感じです。え、確かに確かに。それでもそれぐらいじゃ今日の勝利は気合が入ってるって受け取ってください。かなおさん、小松菜奈さんっぽいですよね。本当ですか、初めて言われました。やった、かわいいって、ありがとうございます、嬉しい、初めて言われた、そんなこと。こんばんにちゃって、ワンワン、キッチンさん、押すだけ小映えアースとか、あ、あるね。そう、なんか小映えってほんとさ、どっから入ってくんだろう。洗濯物干してる時のあの一瞬の隙に入ってくるんですかね、窓を開けた時とかもね。ねえ、わかる、夏は虫が出るから嫌だ、本当にそれなんです。本当に虫が苦手なんですよね。だから本当にゴミだけはちゃんとしっかり出すようにして、虫が出たらもう私もう絶対日立ちに避難しちゃう。ルパンさん、レッスンお疲れ様だって、ありがとう。ペンギンさん、ペンギンさんフォローありがとうございます。ゆっくりしてってください。お手紙とかがいいんじゃないかなって。確かに確かに、そうですね、本当にそう思う。お手紙とかがちょうどいいかも。お返しする必要も別に、お金が関わってこないからさ、あんまりその方がきっといいよね。お金が関わってくるからちょっと難しかったりすると思うし、そうですね、お手紙とかにしましょうかね、それがいい気がする。なんかちょっと曲がってるね。この辺がちょうどいいのかな、手紙とかがちょうどいい気がします。どうなかの広さ、濃く見えるのはメイクはリンコさん譲りでいいと思います。そう、なんかリンコさんとの共通点が意外と多いのかもしれないです。飼ってるワンコが一緒だったり、ペンライトカラーだったり。深夜健さん、今日暑いねえ、本当に今日めちゃくちゃ暑い、どこも暑いのかなね。また来た、本当にやだ。全国的に暑いんですかね今日は。もう気にしないようにしよう、気にしないようにしようって思ってもさ、もうこの辺にいるからさ、さっきからずっとさ気にしちゃうよね。なんで今更出てきたの、さっきまでいなかったくせに。みさみさ、虫さんも配信に出たいのかだって。いいよ、ダメだよ。出させません。ハエとオタクは似てるよりだって、全然似てないですよ、もう全然。ハエよりもね、ハエの方、ハエは本当にもうリエの邪魔しかしてきませんから、ハエは。ゆうたろうさん、みゆぽんもヒーターのタンプで何がいいかも、やっぱみんなねどうしようか考えてるのか。でもこんなさ、配信でヒーターのタンプレの話してたらさ、後々ヒーターに伝わりますよね、リエチが迷ってたとか。どうなんだろうか、何あげようかね、私もすごい悩んでるんですよ、何がいいんだろうと思って。
でもヒーターも大人だからさ、ちょっとブランド物のイメージが悪くないですか。香水とかね、私そんな大人なイメージがあったけど。猫さん、虫さん変わってだって私も猫さんの方がいいよ全然。ハエよりも当たり前だけどさ。ミヤッチ早くリーチにお手紙とかラブレター書き、確かにお手紙ね。そうプレゼントとかはさダメでもお手紙とかはさ見たいよね。マッツさんお菓子お花とか、花え、ヒータンって花、いやいいですね、なんかロマンチックな感じ。ションちゃんさん、話からみんな時間が違うけどメンバーバラバラに、え、どうなんだろう、ほんとまだね何もね特に決まってないんですよね。中山田さん可愛いですね。本当ですか、ありがとう。ちょっと今日まつげを上げちゃったから良くないかと思ったけど良かったです。ヤッシーさん DD に厳しい話、いや別に違う、私はわりかし DD は受け、てかあんま気にしたことないかも別に。なんかさ DDDD でも DD じゃなくても来てくれる人は会いに来てくれるし、ほんと人によるくないですか。 DD が嫌いとか好きとかそういうのあんまないです。ラトウジさん、今日いつもより、ま、下まつげバチバチに見える千穂さんかと思った確かに千穂さんはまつげめっちゃ長くて綺麗ですよね。そう私下まつげが、そういちごがディエの下まつげ好きなんですよ。よく褒めてくれる、こんな感じ。下まつげなんかね、上まつげよりも下まつげの方が長いかもしんないかも多分めっちゃ多分。ピラさん、サラさんって優しい方怖い方、え、サラさん優しいです、全然。なんかさクールな印象があるけど、でもお話したら全然優しいです。でもサラさんが怖くたってめちゃくちゃ優しくたって、もう私が好きなのは変わらない気がします、うん、そうミサミサは一途なのでサスのロンスターさん、こんにちは、さんこんばんは。それじゃあもう行くね、はい、じゃあね、また後で会いましょう。深夜健さん、吉田沙羅さんも押さないといけないんだけど現状押せてない何せ義務なんですか、押さないといけないめっちゃ義務みたいになってるあ、ととみちさん、やっほー。その部屋蚊は侵入しないの、あ、蚊はまだ来てないですね。蚊ってもう出てるの、なんか蚊はさ、あの秋のイメージがあるけどどうなんだろう。まだ蚊には出会ってないんですね、今年はまだ出会ってない気がします。まあ出会いたくもないんですけどね、本当に。蚊とセミは嫌だ、てか虫のあのなんか羽をこうバサバサウィーンとこうズリ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 してる音は何の虫だろうか聞きたくないかも最近リエチの嘘つきにハマった初見そう初見さんじゃないのよ、初見ですって言うと嘘つきって言いたくなるも綺麗だなって、なんか鎖骨褒めてもらえる、やった、ありがとう。夏っぽいですこのブラウス、シャツブラウスが。ヒーターの配信中にお手紙とケーキ持ってサプライズで訪問する、え、めっちゃ楽しそう。え、でもなんかね、あのね、この前のレッスン帰りにサッチとカスミンとね、なんかさ、あの突然ヒーターんち行ってさ、クラッカーでも持ってこっかみたいな話したんだよねそう
まあ冗談だったんだけどね。でもそんな話をした。なんかね、祝いたくなっちゃうね、人の誕生日って。まあさん美術長だった。ありがとうございます、本当に、うん、なんかね、下まつげがこんな、今日ちょっとしっかりメイクしちゃったのでありがとう、まあさん、ぜひぜひゆっくりしてってね。コメントもありがとう。こうたさん、応援ありがとう、頑張るね。あと推薦コメントも任せ、そうそうそう、推薦コメント見てくれましたか。そう、推薦コメント書いてくださった方には DM お返事を書かせていただいてるので、まだチェックしてない人は見てみてください。リーチからのお返事が届いてると思います。今日はエアコンジャストな温度が見つからない。リエは今27度にしてますね。27度ってどうなんだろう、平均がどれくらいか分からないけど、27度くらいですリンコさんのシリーズはもちこなの。うちはね、でも甘い、名前は、でもうちは2匹飼ってるんですよ、ワンコがキノコのカポポさん、こんにちは。リーチお仕事中なので無音で綺麗なリーチを目指してもらってます。キノコのカポポさん、ヤッホー。そっか、お仕事中ですよね、この時間はね。全然平日の夕方過ぎてでもありがとう、お仕事頑張って。大輔さん、暑い日が続いてるから水分補給して過ごしてください。はい、ありがとう、本当にわざわざ心配してくれてありがとう。皆さんもあの、なんか本当に好きなことしながらとか、しっかりお水も飲んでみんなも塩分と水分をしっかりとりながら過ごしてください深夜健さん、お手紙書くの前は5から6時間かかります。でもわかる、なんかね、お手紙って難しいですよね。なんか思ったことをそのまま書きたくってもさ、文字にしたら、なんだろう、難しいよね。なんか文字に、自分の気持ちを文字にするって結構難しいと思います。まあさん、フォローありがとうございます。リーチ DD に厳しくなると姫菜ちゃんのことから来る人たちが、違う、待って、違う、本当にそれ勘違いされたくないから、あのちゃんと言いたいんですけど、別にで DD の方が嫌いとか好きとか、好きもないし嫌いもないです。本当に別に DD だからどうとかそういうのないし、本当に変わらんです。ナディエのファンの子が、あの私は一時だよって言ってくれただけだから、だから気にしないでください。ちとみちさん、下まつげ大好き人間なんでそっか、ちとみちさん、ちほさんも好きだもん、下まつげ。アベルさん、こんにちは。カイトさん、こんにちは。カイトさん来てくれてありがとう、こんな夕方なのに来てくれて嬉しいです。ゆっくりしていってください。ムピラさん、サラさんいつも面接官みたいなどういうこと、面接官みたいなの、そんなのしてますか私からしたら本当にもう綺麗すぎて。クマネパパさん、もう庭が蚊だらけです。本当に、じゃあもう蚊出てるんだ。え、やだな、蚊出たら。もうあのさ、なんか別にさ、コバエが飛んでる時はさ、こう顔の周りとか飛んできてもさ、別にブーンって音がしないじゃん。だからいいんだけどさ、蚊ってさ、めっちゃさ、ブーンって音するじゃん。だからさ、あの音でさ、寝れなくなるのが本当に嫌なんですよね。もう蚊だけは絶対に家に入れたくないから、そう、ちょっとしっかり対策したいですね。でもね、玄関にあの虫除けみたいなやつ置いてるんですよね。このなんかドアノブとかに引っ掛けるやつ、絶対嫌だから。あ、ひなつんさんだ、ひなつん、リーチ来たよ、だってありがとう、ひなつん、こんな夕方なのにひなつん来てくれてありがとう。
ヒータンの配信が始まるまでリーチルームようこそ。コウタさん、サラさんは知ってるな、ミルさんに似てるか。あ、確かに確かに言われれば似てるかも。え、似てる、確かに似てる。確かに似てますね。うん、でも自分では出てこなかった。でも似てます、確かに。そう、なんか自然光ちょっと、もう夕方だから黒い、暗い。ロンリーボイさん、こんにちは。あなたがリちゃんのルームで話題に出てくるリエチさんなんです。私リちゃんのルームに登場してたのかな、もしかして。え、嬉しい。リちゃん私の話をしてくれたの、もしかして。そうです、私がリエチさんですリちゃんなんてお話してたんですか、気になる。ウェルカムコメント更新ありがとう。はい、更新しました。そう、待ってね。そう、見えてるかな、固定してあるからきっと見れてると思うんだけど、今日のまた6時から21日の1時まで、7月17日のオンライン話し会の再販がですね始まるので、ぜひぜひ皆さん会いに来てくれたら嬉しいです。待ってます。あ、テロップ書き忘れてた。ケンケン B さん、こんばんでーちゃって、こんばんでーち、はじめまして、来てくれてありがとう。ゆっくりしてってください。ポピュラさん、26度で贅沢、28度で節約って感じで使ってます。なるほどね、26度は贅沢、28度は節約。じゃあ私はちょうど真ん中の27度に設定していました。いつも日頃からコメント読んでる、もらってる。レインボードスターのプレゼント、レイン、あ、レインボースターか、みやちありがとう。ちょっと待ってね、あの皆さんが送ってくれたあのギフトも見れるようにしましょう。再販当選してだって、だって違う、今余計なことを言おうとしてしまった落ちる人いないでしょって言おうとしてしまったすいません、そんなこと言いたいわけじゃないの違う、そう、じゃあ落ちちゃったっていう人がいるくらい、出てくるくらいね有名になりたいですね。メイル君、うちのシーズ、名前みかん、シン、チャコ、グレイス、クリスマスローズ、え、なんかおしゃれ。じゃあみかん、みかんは可愛いけどさ、グレイスとかクリスマスローズめちゃくちゃおしゃれです。え、クリスマスローズって長くない、なんて呼ぶの、なんて呼ぶの。なんかワンコの名前ってさ、ちょっと省略しがちじゃない、なんかあだ名みたいに呼んじゃいがちだよね。なる先輩、推しの先輩は誰でした？あ、あの吉田沙羅さんです。そう、この前いろんなところにも書いたかもしれない。結構聞かれるんですよ。推しの先輩誰ですかってお話。この前、あ、フラッシュの時にも沙羅さんって書きました。沙羅さんが好きです。ゆうたらさん、もともと先輩のファンだから推しが増えてしまう、ね、そうですよね、本当にそうだと思う3期が入ってきて、でもちょっとでも興味持ってもらえたらそれだけで嬉しいかなって思ってます。蚊取り線香に蚊
蚊取り線香を腰につけて仕事する季節。腰につけるの蚊取り線香。なるほどね、そんなつけ方もある。玄関に置くもんだと思ってたけど。そっか、蚊取り線香。いやでも本当に私の部屋にも蚊取り線香用意しようかな。そろそろ蚊が出てきたら困るし、出てきた時のためにね。デコルテかな、手は中の色、デコルテが引き立つ洋服似合いました。なんかね、そう、私多分ここが狭いやつあんまり似合わないんですよ、きっと。こっちの方がいいのかもしれない、もしかしたら。なんかちょうどさ、その自然光がかかってさ、なんか顔の明るい部分と暗い部分がここ明るくない、なんか。マネパパさん、 PC 並べて見てるから会社のチャット TH 宛てのコメント送りそうな。超危ない、それやばいね。クマネパパさん絶対ダメだよ、もう気をつけて、危ない。ミヤッチこれ何、なんかの楽器、ありがとう。なんかわからない、サックスみたいなやつで楽器わからないけど。そう、このあと6時から、そう、大ちゃんさんいつもありがとう、お知らせしてくれて。そう、話し会の再販が始まるので、詳しくはレイチのウェルカムコメントへ。いってらっしゃい、いってらっしゃい来てくれたら嬉しいなって思ってます。ヒロンガーさんフォローありがとうございます。そう、でもで、本当にお話し会、このよく最近話すんだけどさ、こう私がアイドルになってもう2ヶ月ぐらい経って、お話し会もいくつか経験させていただいたんですけど、お話し会が一番好きかもしれないってぐらい私の中で好きなイベントなんですよね。お話し会が楽しいんですよ。なんかファンの方って言っちゃった。そう、応援してくれてる方と話すのって結構楽しくって、自分的にはめちゃくちゃ好きなイベントですそう、よく話しちゃうんです。自分からそう話しかけたくなっちゃう。自分のとこに来てくれた人は本当にお話も聞きたいし、でも自分からもいろいろなんか質問したくなっちゃうし、そうなんそう、よく声がかぶっちゃう。どっちから話すみたいな。わだちんさん、千葉県はめっちゃ涼しい風が吹いてます。そうなんだ、いいな。じゃあうちにそんな暑くないところもあるね。そう、デコルテがなんか文字化けしましたね。クリプトンさん、こんばんにち、にゃんにゃん。上太郎さん、今の髪型で浴衣に似合う。あ、確かにそうですよね。浴衣は絶対アップの方がさ可愛いよね。そう、でも普通にお団子してます。お団子にいつもの髪、前髪とほくれ毛を巻いた感じです。くまねパパさん、サラさんがミルルさんの写真をノートに貼ってたら先生が自分の写真貼ってるのかって言ってたし。そんなに。でも確かに言われてみれば分かるわ、似てる。でも出てこなかった、こうパッと。ひなつ、リーチの声優しくて落ち着くひーたんの声はさ、めっちゃトーンが高いからね、本当に。じゃあリエの声に癒されに来て、ひなつん。しんやけんさん、リーチのうちわも作らなければ。リーチのまで作ってくれるの、しんやけんさん、いいの。リーチの分も作ってくれて、やった、ありがとうメイル君、ローズって呼んでるわって。ちなみに由来は12月の花の一つがクリスマスローズで、生まれが12月だからって。なんかいいね、由来も結構なんか素敵な感じで、素敵いいね、ローズかわいいってかね、綺麗なお名前って感じ。何これ、くまねパパさん、これ何、これなんだろう、鳥
でも綺麗な白い鳥。ありがとう、くまにパパさん。ふうたろうさん、僕は最近デイチが気になって推しになりました。本当にありがとう、嬉しいです。そう、そうやって言ってくれると嬉しい。じゃあデイチのこと裏切らないでくださいね。圧かけちゃったかも。ちょっと見てさ、右耳にテレビ会議、左耳にデイチ配信の、ちょっと待って、危なくない本当に。気をつけてね、変なコメントしないようにね、会社の方に。今日の服装もいいわね、ありがとう。深夜健さん、時間経ったら配信見てない3期生はショールームフォロワー外すかもだけど、デイちゃんは残す側ですよね。やったー、深夜健さん。じゃあこれからもちょっとよろしくね、デイちゃんのこと見守っててください。広志川さん、かわいいだって。本当に嬉しい、ありがとうございます。まだまだ頑張ります。風太郎さん、人見知りするって、どうなんだろう。わからない。どうだろう、人見知り。でも昔は結構してたんですよね。でも最近はそこまででもない気がします。どうだろう、人見知り。あ、でもまだするのかな、まだするかもしれません。ユミリンさんに影響されて5年前にサックス始めて。そうなんだ、くまねパパさん。どうですか、上手になりましたか。ほゆうさん、今日の服装本当に素敵、お話し会まともに話せ、なんだなんだ。文字化けしちゃった、大事なところが。そう、でも服褒めてくれてありがとう。なんかここだけ明るいからさ、めっちゃさ顔にさ光がかかってさ、ちょっと変な感じ。イサミさ、リーチ話題出すのうまいだって。本当嬉しいんだけど、でも本当になんか自然と出てくるんだよね、お話し会楽しいから。多分自分が楽しんでるからだと思う。やっかんさんに、昨日ひめなちゃんに結局昨日おとといかデイチ来たのって聞いたら、笑いながら、うん、なんか来たって言ってたって。行き過ぎだよね、ひーたんち。ちょっとそろそろ控えようかなって思います。顔に光がかかるのがちょっと嫌だ。最近あのリングライトを使ってないんですよね。てか広島に来てから一回も使ってない気がする。この今この部屋に近くにねコンセントが多分ないんですよ。反対側なんだよね、あるのが。そうだから、リングライトがなかった、困ってる。ちょっとねミスりました、配信ってか机を置く場所。私も話すことよくあるから声重なるように爆笑。そうなの、そうなの、そう。あのね、お話を考えてきてくれてる方とはねよくねかぶっちゃうんですよ。そう、でもそれも嬉しいです。お話を考えてきてくれてるのも、考えてきてくれてるのも嬉しいし、そう、それだけで全然です。カイトさん、丁寧にコメント拾われる。あ、なんかコメントはなるべく時間が許す限り全部読みたいなって思ってます。よっぽど変なコメントじゃない限りは読んでる気がします。だってみんなのコメントが見たいから。なっかんさん、前髪に分け方も分けて。本当ですか、嬉しい。そう、今までね前髪の正解が分からなくて、何がいいのか分からなかったんだけど、最近はちょっとアイドルっぽいこの斜めの前髪にしてみました。どうですか、似合いますか。みやっちねにリーチ浴衣のリアルお話し会、仕事で行けないからメールで送ってください。あ、いいですよ、全然。でも送る予定、多分ねたくさん写真も撮ると思うから全然送ります。
愛ちゃんさん、うちのにゃんこはメメとフッカオリオだって。メメとフッカって名前なの？かわいい名前だね。みんな名前のセンスがありますね。ペロペロチーノさん、あ、音符ありがとう。これ何？なんかわかんないポーズしちゃった。TH、迷惑じゃなければ姫と呼んでいいだって。なんで、全然いいけど。全然いいよ、可愛いし。なんで、謎に姫だね、でも。大ちゃんさん、これなんだろう、お花ありがとう。深夜系さん、うちはもうそろそろ10枚ぐらいあるわ。10枚もすごい。でも10枚もさ、丁寧に手作りで作ってるのが本当にすごいと思います。本当にみんなすごいね、ありがとう。その中にリエチも混ぜてくれて嬉しいです。ナナちゃんさん、めっちゃ可愛い。ナナちゃんさん、はじめまして、可愛いって。やった、ありがとう。こんな夕方から始めたのに来てくれてありがとうございます。コメントもありがとう。ゆっくりしていってください。嬉しい嬉しい。渡辺さん、お疲れいちです。にゃっち、田中美穂さんのことを姫呼び。あ、そうなんだ。なるほどなるほど。きょう兄さん、推薦コメントへのお返事見ました、ありがとうね。こちらこそわざわざ書いてくれてありがとう。そう、DM もね、皆さんから書いていただいた推薦コメントはもう一つ一つちゃんとスクショしていつでも見れるように残してるし、お返事も書いてるので。そう、ぜひぜひ書いてくれたら嬉しいなって思います。結局明日配信中、突然訪問しないの期待したんだけど、だって。行きたいけどね、ちょっと多分予定が合わない気がするんですよね。なるせん、ダンスと歌どっちが得意ですか、だって。どっちが得意ですか。でもね、ダンスもできないし、歌もんで別に上手じゃないんですよね。ごめん、なんかね、本当にこれでね、リエもヌアミョンぐらいダンスが上手かったらさ、ダンスですとか言えるんだけどさ。しんやけんさん、こちらこそよろしくです、だって。いえいえ、よろしくです。俺の中の姫呼び、俺の中の可愛くて美人選抜になって。デイジ美人ですか。美人って言われたら嬉しいけど。言われ慣れなくてちょっとなんか恥ずかしいです。大ちゃんさん、初見です、自己紹介。あ、そうだ、自己紹介 しましょうか。そう、大ちゃんさんがね、いつもね、そのそれを教えてくれるから、自己紹介しようってなる。なんかちょっとこの夕焼けがこの顔に今どかぶりしてて、暗かったり明るかったりであれなんですけど、じゃあ自己紹介します。あ、なんかちょっと緊張するか。皆さんこんにちは、埼玉県から来ました、高校3年生17歳の藤井理恵です。好きな食べ物は梅干し、かまぼこ、鍋、豚肉。嫌いな食べ物はブロッコリーです。ペンライトカラーは赤と濃いピンクです。よろしくお願いします。あ、ST48 3期研究生の藤井理恵ですって言えばよかった。じゃあ皆さん、リーチって呼んでください。リーチで。こういうさ、緊張して話せないきっと、だって。なんで、いつも一緒に話してるじゃん。こまねパパさん、コナンのオープニングテーマとか吹けるようになったら、え、めっちゃ成長してるじゃないですか、すごい。まあでも5年もあったら、でもよく5年も続きましたね、本当にすごいと思います。テレビ会議ではラビを言わないように気をつけます。もちろんですよ。だから DH の配信でもラビはどうなんですか。ラビはひーちゃんじゃないですか。
ちにゃけんさん、リングライト顔が熱いよね。確かに確かに、これ天気だからね。そう、でも今つけてないんです。でも逆に夕焼けが入りすぎてめっちゃこの顔になんか凹凸があるみたい。ナピちゃん、リエチワン可愛いって、あーナピちゃん、やっほー。そう、ナピちゃん好きそうじゃない、こんな感じのガーリーなお洋服。肉の控える理由って、お互い忙しくなったらリエチがまた姫菜ちゃんロスになるからでしょうだね。そう、でもリエ本当にね、すぐねヒータンロスになっちゃうけど、でもね、そろそろ親離れというかヒータン離れもしないといけない。なんかリエ、そう、ヒータンのことがめっちゃ好きだから、ヒータンとかさ、そういうカスミンとかさばっかりとお話ししたくなっちゃうから良くないなって思って、もっと視野を広げようと思います。え、めっちゃこのさ顔にさ自然光が当たるの嫌なんだけど、どこに行けばいい、ここでいい、もうごめんね。でもちょっとでもブサイクに見えたら嫌だなって思って。のんたんさん、今日の髪型可愛いです、ありがとう。さあ今日は後ろでお団子にしてます。深夜健さん、わいさっき変なコメントしたってことやなって。嘘で、なんかもしかして見逃してたかな、今日変なコメントあった気がしなかったけど見逃してたから変なコメント、あ、ちょっとこっちに移動しようかな。これどうやったら、あ、こうか、こうすればいいのか、これでリエももうちょっとこっちに行けばいい。めっちゃ開いちゃってるけど、ここでやることにします。今日はこの夕焼けのやつが取れるまでは一旦ここで待機です。ゆうさん、こんにちは。片雨さん、やっほー。前髪好きでした。そう、今日もいい感じに斜めのアイドル前髪にしてます。最初2枚だけ手作りで、途中からスマホで作るようになります。え、今スマホでうちはなんか作れるんですか、すごいね、スマホで作れる時代なの、なんか時代遅れな発言みたい。マーチさん、こんにちは。リーチから姫と呼んでもいい、もらえたなって、そんな話は。ミヤチ子供やな。風太郎さん、早く7月になってリーチのモバメを撮りたい。はい、リエも早くリエのモバメを見てほしいです。うん、結構いろんな内容を送ってるんじゃないでしょうかね。この前はポケモンの靴下のことを送ったりしましたね。あと中学生の時の写真を送ったりもしたかもしれない。結構いろんなものを送ってる気がします。あ、ねえ待って、やだねえ。新野健さんは、ダンスは1年ぐらいやったら伸びてくるみたいだって。あ、本当に、じゃあ1年後の自分に期待です。え、なんかもうやだ、さっきからうろちょろしててめっちゃ気になる。豚肉好きです、私も好きです、めっちゃ好き。ああここにいる。ねえ、どうしたら取れんの、めっちゃ気になるんですけど、さっきからさっきまでいなかったくせにレイが配信し始めたら出てきた。なんて思うんだろう、平気者ゆきとさん、こんばんでーちだって、こんばんにゃんにゃん。こんばんわんわん、来てくれてありがとう、ゆっくりしてってください。そう、今来たって全然遅くないんですよ、まだそんなに時間も経ってないですし。カイトさん、3期生の配信初めて見たけどしっかりしてるなーって。本当ですか、え、何でしょう、3期生がしっかり、私がしっかりしてるってこと、3期生の配信初めて見たとか、そういうことか。
私が3期全体がでもどっちにしろ嬉しいですね。3期生が褒められたらなんか自分も褒められてる気分じゃない？誰かが褒め同じぐらい自分も嬉しくなります。結構フォーユーさん結局アルバムばかり見てもらっているからまともには見てないよなって。まともにそう。でもディエアルバム見せてもらうの結構好きですよ。ミヤチネーネリエチ関西のリエチのトップオタク TO もらってもいいかなどうなの関西の人他にもいるのかな。どうですか関西住みの方いるんですか舞葉さん、ココアさん、ひめかさんも未経験だったけどめっちゃ踊れるようになってるから大丈夫。そっか、でも舞葉さんとか、ココアさんって未経験なんだ、ダンス。あの、自分たちが振りとかを覚えてこないといけないときに、レッスンでね、先輩が踊あの公演とかレッスン場とかで踊ってた動画が送られてくるんですよ。だからそれを見てきて、自分で事前に覚えてきてくださいって感じなんですね。でよく先輩のダンスとか見ててさ、ココアさんがさ未経験だと思わなかった。めっちゃもうあのよくみんなで話すんですよ、ココアさんのダンスがめっちゃ綺麗っていう話を。だからさ私勝手に経験者だと思ってたけど、ココアさんってダンス未経験なのね。すごっ、あそこまで上手に踊れるもんなんですね。ゆみなちゃん花離れしようって次からはカスミンの家に行きようになるやんって違うよ、反対よ、カスミンが電池くるんだよ光の当たり方が儚いだって。本当になんかさっきよりも激しくなってない？光の当たり具合が自尊トークになっちゃうけど、ぜひユーナとも仲良くしてくださいだって。ユーナと全然話しますよ。でも確かに一緒に配信とかしたことないか。埼玉山添さんお疲れイチです。お疲れ様。ねずこがリーチとか言うからさ、なんか照れくさいけど守ってあげたいなってみやっちリーのこと守ってくれるんですか。じゃあお願いしたいですね。もこさんフォローありがとう。もこさんありがとうございます。大丈夫だって。そうなんかねめっちゃいるんだよね。めっちゃじゃないけどめっちゃってか同じやつが一匹ねずっとぐる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 回ってて、それがもうさっきからすごく気になってしょうがないんですよ。もう本当に午前中は見かけませんでした。でもデイがこうやって配信し始めたら出てきました。堀さんお疲れいち、お疲れいちです。来てくれてありがとう。ゆっくりしていってください。虫回収業者社長の森末姫の派遣しようだって。いや本当にそう、もうね虫あんないけんの引いたん。あでもユイナも結構いけるんだっけ。でもユイナに虫を取ってもらったことがあるんだよね。ヒータンとユイナは虫がいけたはず確か。どうなった？他のみんなはどうなった？そんな時大きく息を吸ってみよう。はい、三拍ミサイミサ超やばいやつなんだけどやだもう絶対やだ。もう虫食べちゃったらさもうで生きてけないこれから。でも人って寝てる間に虫食べてるって言いますよね。なんたんさデイチーのメール楽しみにしてるよなってありがとう。そうデイも送るときね、送るときってか何送ろうかなって考えるとき、うん、デイチー送るときに今日はどんな内容にしようかなってよく考えてて、それが結構楽しいです。ゆきメロディーさんこんばんは。ゆきメロディーさんこんばんは。この前ぶりですね。デイチの美しい目を見てないって意味なんでなんで。じゃあ見てください。じゃあ今度は
次お話しするときはアルバムじゃなくてデート普通にお話ししましょう。ゆうたろさん、シティユーの歌は本当にいい歌が多いんだけど、今は笑顔のチャンスが好きでよく聴いてるなって元気が出る。いや、私のお父さんもよく笑顔のチャンス聴いてるんですよ。一緒だ。深夜健さん、ココアさんのダンスも、本当にそう、めちゃくちゃ上手だなと思いました。そう、みんなでそうビデオとか、そう先輩のあのダンスのビデオを見てるときによくみんなと言ってる、本当にダンスが綺麗っていう。そう、なんかなんて言うんだろう、無駄な動きがめちゃくちゃない、無駄な動きがなく綺麗だなって思う。クイカさんの YouTube にダンス動画あった。あ、そうなの。ヨネシーさん、こんにちは。猫さん、ただいまだって。おかえり、どこ行ってたの猫さん。ナピちゃん、サーヤンさんのダンスも綺麗になったから変われるんで。そうだよね、やっぱりさ、わからない、どうなんだろう。でも少しは上達したんじゃないかなって個人的には勝手に思ってます。少なくともお披露目の時よりは上手に踊れてる気がします今。まあでも慣れもあると思うけど。やっぱ1期生の先輩とかもさ、なんか会いたかったのステップができなくて練習してたって言ってたし、やっぱみんなそうなんです。沖さん、沖さんもなの。タボさん、こんばんは。だって、めっちゃ可愛いだって。本当にありがとう。今自然光がね、ここにいるとね、めっちゃ自然光当たっちゃうからさ、ここに当たらないところに移動してたんですけど。可愛いですか。やった、ありがとう、嬉しいです。可愛いって言ってもらえると。くまにパパさん、3期生みんな仲いいから情報共有が半端ない。そうなんですよ、本当にもうみんなね、話す、何でも話しちゃうからね、もうすぐ共有されちゃいますよ。熊根パパさん、 2.5 期生さんはマイキューさんのダンスを手本にするように言われてみたいよ。あ、そうなんだ、なるほど。あの、確かにマイキューさんもめっちゃ綺麗。よく誰が綺麗、でもココアさんがよく出てくる私たち。あ、でもカスミンと話すときはよくココアさんのダンスが綺麗ってめっちゃ話しますね。太郎さん、何時まで配信。あ、確かに何時までにしよう。あ、もう1時間ぐらい経っちゃったかも、もしかしたら。そう、今日本当は7時からやる予定だったんでしょう。あ、夜の。危ない、もうちゃんと19時って言うよ、言葉から気をつけよう。7時じゃなくて19時から配信する予定だったんですけど、そう、今日あれ、なんだっけ、そう、私が間違えちゃってね、間違えて配信予約しちゃったから、その分早く始めてたんですけど、どうしましょうね。ちょっと全然考えてなかったか。一旦とりあえず5時から予約してしまいました。皆さんに早く伝えたくて。でもデイが一番早くできるのが5時だったから。ミール君、オーディションの時芋虫ギフトあったの覚えてる。ひめなちゃん、あ、あったあった、芋虫のチョコがかかってるギフトありましたよね、懐かしい。ありました、ありました。そう、だってオーディション期間中結構バレンタインとかの時期でしたもんね、ショールームやってる時特にね。覚えてる。こういうさ、普通の話ができない人間。そう、ジェリーからたくさん話しかけますよ、心配しなくて大丈夫です。その事実をよく知ってこのギフト投げて意地悪です。確かにね、引いたんね。そうね、
ヒーターは芋虫は嫌いだから、なんかね他の虫はいけんのに芋虫。でも芋虫なんかさ別に飛ばないから良くないと思うけどね。 D からしたら芋虫は飛ばないから OK だと思う、思うけど、でもヒーターからしたら芋虫は気持ち悪いって。ひーちゃん始まった？ひーちゃん？ひーた？ひーちゃんか？ひーちゃんがこんな時間にやるなんてめっちゃ珍しいね。ひろまゆさんこんばんは。ひろまゆさんこんばんは。来てくれてありがとう。ゆっくりしてってください。の救急車のサイレンもあるのもかいかな。ミヤッチやめてそんなこと。そっか聞こえるのかみんなにも。あんま良くない。あの芋虫のギフト安住さんが画面見て後ろの壁にいると思って焦ってたこと。え可愛すぎるんだけど何それ。可愛すぎるね安住さんそれは。懐かしいあの芋虫のギフト。そんなギフトもありました。なんか今肩が痛い。肩こりしてる気分。風太郎さんお腹空いたから昨日の残りのカレー食べる。いいですね。いいなカレー。カレーいいな。ゲームもなんか食べたいな。わちょっと待って今めっちゃ日がこっち向いてるわ。しっかりこっち向いちゃってる。お腹すいたね。でもで何食べよう。今日のご飯何にしようかなってちょっと迷い中って感じです。なんかおすすめのものありますか。最近ひーちゃんこの時間多いよなって。あそうなんだ。なんでだろうね。待ってめっちゃ肩こり。肩こりってかわかんない。いきなり肩が痛くなった。肩もみしてください。きこりさんこんばんでーでーす。めっちゃよく肩こる。そうなんかねなんでこんな肩こってんだね今。めっちゃいきなり痛く。もういいかな。夕日がちょっと気になるけどここにいても。焼けないかな。日焼けしないかな心配ない。夕日って焼けんのかな。焼けはしない。焼けないんだったらいいんだけど焼けたらやだな。我が家は生姜焼きです。いいな生姜焼き。何食べよう本当に。でも最近なんかいつも同じものを食べてる気がします。なんか美味しい美味しくてお腹にたまるものが食べたいと思いますけど。キッチンさん日焼けは日光じゃなくて紫外線だから。確かに確かに。じゃあ大丈夫か。じゃあいいか。ちょっと待ってね。ちょっと1時間経ったからお水飲んでくるからちょっと無音にします一旦。
ただいまー。わ、すごい、これなんだっけ、ミラーボールがちょうど戻ってきたらミラーボールがありがとう塩田さん、ミラーボールありがとうございます。そう、本当に最近でさ、こうやってせっかくギフトをいただいても、こう最後の壇上でありがとうございましたっていうことばっかりだったから、ちゃんとお返事をしようと思う。焼けたら美味しくいただけますだってそれは違うだろ、みやち、みやちなんかメイルくんだったごめんごめん、間違えちゃったそうね、そうそう、メイルくんとみやちのコメントがさ連続だったからさ、間違えちゃった、ごめんね。肩こりはレッスンの疲れ、疲労からで来る時もある。あ、そうなんだ。まあでもまだそんなに大丈夫です、まだ耐えですね、長時間じゃなければ。我が家の夕食はペペロンチーノだって、メイルくん、え、いいね、ペペロンチーノいいな、いいな、ペペロンチーノ、メイルくん、リーニョペペロンチーノ作ってくださいよ。無言の間のリエチの好きなとこ皆さんどうぞ皆さんお楽しめました、楽しめましたでしょうか、ね、みんなもしっかり水分補給、水分塩分とって健康な状態で待っててください。喋ってないくせに私も飲んだなんて全然、だって2リットル飲まないといけないらしいもんね、人は1日に。ペットボトル家にあるけどさ、1日で飲んでるかな、ちゃんと。深夜犬さん、目が大きいところ、落ち着いた雰囲気が最初、それもしかしてディエナの好きなところじゃないですかディエがいない間に書いてダメでしょ、ディエは全部読んじゃいますからねありがとう。でも翔太さん、ミラーボール回したのバレたからね、ギリギリ戻ってきちゃいましたよリエがいない間にそんなことしてメイル君、5リットル分のお水美味しかったらって、余裕ですよ余裕ですよ。クマネパパ、そういや油揚げのレシピ見れた、あ、見れました、見れました。そう、あれはね、結構ね、リエもね、多分作ったことある気がするんですよね。レイちゃん、どんな服着ても似合うんだよね、ほんと、あ、ほん、ほん、あ、ほんとでね、ほんねね、ほんね、なんで、そうなんです、そうなんです、あ、違う、ねえ、待って待って、なんかちょっと今頭おかしかったそうなんですよって言おうとしちゃったそう、かわいい、最近かわいいお洋服をね、たくさん入手しましたので、じゃあ皆さんにちょっと紹介しようかしら、いくつか。メイルくん、リエチがいつも鍋に誘ってくれないのでご遠慮しますって、もういいじゃん、ダメだよ。でもね、メイルくんね、違うの、鍋は女子限定って決まってるんですあと着ぐるみ着たい人は来れない、恥ずかしいだってじゃあ、リエの心の中で読んでおけばよかった。マキさん、こんばんは。横
カラリーチさんがそう、あ、そうそう、洋服今持ってきた。なんかね、最後なんかこここうなってる、前はこうなって、後ろがなんかお袖がこうボワってなってて、後ろがこうやってリボンになってるニットみたいな、サマーニットか分かんないけど、リボンが後ろが首の背中か、背中のとこがリボンになってる洋服を買いました。可愛いですこれ。そう、ママがいいんじゃないって思って言ってくれたので買いました。これはそう、でもこれ白いバージョンも確か前か迷ってたんですけど、めっちゃショックなことがあって、このねポロシャツのねこの真ん中のボタンが取れちゃったんですよ。ここのほら見て、伝わる？ほらこうやって見ればよくわかりやすいよね。ここのね真ん中のボタンがね、なんか気づいたらなくなってて、このポロシャツ大好きなんですけど真ん中のボタンがなくなっちゃった。でもめちゃくちゃ可愛くないですか？ここのラインが可愛いです。この紺と水色のラインがめちゃくちゃお気に入りです。っていう時にはこれが可愛いです、個人的に好きなやつ。なんだって？伝わらない？私のネット環境のせいかもしれない、結構画質悪くて可愛い。嘘、なんでなんで、デイが悪いのかな、もしかしてみんなにも伝わってない、他の皆さんにももしかしたら伝わってないかもしれない。そう、お洋服産業の画像なし、モバメを送ってくるところなんでえ、本当画像なくてもいいですか？なるべくさ写真があった方がいいかなと思ったんで、方が嬉しいですか？まあその方が嬉しいよね。でもなんかディエは結構どうなんだろう、ディエどう？そう、ちょっとあざとい系の洋服ですねこのリボンのやつは。背中のリ、てか背中がさちょっと開いててさリボンがあるってめっちゃ可愛くない？可愛すぎる。でもちょっと男性の皆さんにはちょっと NG ですね。あ、本当だ、確かになんか電波悪いかも。ごめんね電波悪くって。あ、みんな電波悪い感じね。え、ショック、電波が悪いみたいです今。ショックだけど仕方なし。全然気にすることないね。なんかあるあるだね、電波が悪いのね、よくあること。仕方なしなんですけどね。これさやばくない？もう今めちゃくちゃ夕日入りすぎて自分でもちょっと眩しい。大ちゃんさん、18時過ぎたのでお知らせ、劇場版ソニハン2次受付始まりました。ベルカムコメント見てください。あ、そうですね、あ、本当だ、もう6時過ぎた。そう6時、あ、今日の6時からですね、二次受付。7月17日のオンライン話し会の再販が今ちょうど6時から始まって、21日の1時までかな、1時までだった気がする、1時までだから、ぜひ皆さんリーチに会いに来てくれたら
嬉しいなって思います。少しでも興味あったら来てくださったら嬉しいです。そう、お話し会が一番好きなので私はちょっと待ってね。いや、変わらないですね。部屋の電気をつけたらちょっとは変わるかなって思ったけど、あんまり変わらなかったのでもう気にしないことにします。そう、お話し会の時間になりました。のろさんこんばん、りーちゃんって、のろさんこんばんは、来てくれてありがとう。ゆっくりしてってください。今日はたくさんの人が見に来てくれて嬉しいです。そう、でもりー、あの今さっき充電があと 20% って出てきたんですよね。そう、もともと 50% ぐらいしか充電、ちょっといっ、でも今日どうしよう、あのね、めちゃくちゃね迷ってて、もともと夜の7時から配信する予定だったのね。一回充電していい感じに溜まったらもう一度始めるっていう形でも大丈夫でしょうか皆さん。ちょっと充電がね、カイトさん、3期研究生を教える機会が現状圧倒的に少ない。そうなんですよね。そう、まだなかなかこう、あの出れる、なんだろうまあ仕方ないんですけどね、それは仕方ないんだけど、まだホワイトボードを使わないです。そうなんです、ホワイトボード使います。せっかくちょっとなんかペンカスカスだったんですけど、まあ、もう一個あるので大丈夫です。みさみさん、リーチとのお話し会はほんまに楽しいから、たくさん行けば行くそうだよね、本当にそう思う。もうね、15秒じゃないやちょ、もう本当に、でもなんだろう、リーは話したいことってか、話したいっていうか興味があるんですよ。決めてるわけじゃなくて、自然とこう今あったりすることとかを話したくなっちゃうじゃあちょっと充電がもう残り少ないので一旦充電してきます。いいですかね、大丈夫かな、皆さん的にはどう。一旦充電しようと思うんですけど、あ、これ落ち映っちゃうわみんなが OK だったら一回充電してこようかなって思います。今日はもともと7時からだったからいいかな。今の誕生日を見たいと思います。13位キッチンさん、ありがとうございます。12位牛尾田さん、いつもありがとう。11位ナンタンさん、いつもありがとうございます。10位みさみさん、今日もありがとう。9位スーさん、ありがとうございます。8位大ちゃんさん、ありがとう。7位なる先輩さん、今日はありがとうございました。6位もぴらさん、ありがとう。5位いしちゃんさん、ありがとうございます。それから4位ペロペロチューあくまねパパさんでした。ありがとうございました。皆さん、はい、じゃあちょっと一旦ですね、充電させてくださいじゃあね、じゃあ今日はありがとう、今日はってか一旦バイバイじゃあまた後で会いましょう、バイバーイ。